オルタマハは、アメリカ海軍、防具級護衛空母の一隻。イギリスに貸与され、バトラーと改名された。第二次大戦時の本艦。本艦は、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船で、海事委任契約のもと、モーマックターンの艦名で1941年4月15日、寄港する。1942年1月7日に、オルタマハと改名されるが、1942年3月17日に取り消された。1942年4月4日に、フィリップ・シーモア夫人によって浸水する。1942年8月20日に、悪部-6に艦種変更され、1942年10月31日に、アメリカ海軍に引き渡される。レンドリース法に基づき同日イギリス海軍に移管、バトラーと改名された。バトラーは、北、大西洋で、船団護衛と対潜水艦作戦に従事し、第二次世界大戦の全体を通じて、イギリス海軍で使用された。1943年9月には、イタリアのサレルノ上陸を支援した。1943年7月15日に、アメリカ海軍によって、悪部-6に艦種変更される。バトラーは1946年2月12日にアメリカに返還され、1946年3月28日に除籍された。その後1946年5月14日にペンシルベニア州のパタプスコスチール、スクラップ社に売却、廃棄された。ありがとうございます。